それでは両チームのメンバーを見ていきましょう。まずはホームの東京ヴェルディです。ゴールキーパーマテウス、最終ラインですが右から宮原、谷口、平、奈良の4バック、中盤アンカー気味に加藤が入って、インサイド斉藤と森田、前の3枚ですが川村、バスケスバイロン、杉本というメンバーです。ゴールキーパー白井です。最終ラインは右から小島、庄司、井上、毛利の4バック、中盤のセンターに藤村と小野原、右に奥田、左に石原、ツートップは林とジェフェルソン、バイアーノです。しっかり前線からね、はい、こう2度追い3度追いってして回収しましたからね。今このように奪い返して斉藤が前を向きます。斉藤のシュート、はい、いい選択だと思いますね、まあ、もちろん立ち上がりっていうのもありましたし、やはりゴールが見えているといったところ、しっかり足を振り抜く、まあ、ここはね、杉本選手の2度追いですよね。バスケスバイロン対応するのは森、低いボール、右サイド、こぼれ球、ミドルシュートだ。ー最後は森田、少しね、こう弾み、はい、バウンドもあったので少し抑えの難しいシュートではありましたけどね。キッカー斉藤です。ファーサイドに4人固まって、平良止まって中央ですか、ニアで跳ね返しました。斉藤のクロス、これシュートだ。最後は宮原でしょうか、合わせに行きました。斉藤から杉本、もう一回斉藤折り返してきた。このセカンドボール宮原が行きます。さらにカットしました加藤、繰り返し前回に左足シュート。まあ、少し距離はありましたけれども、切り返しを入れて左足振ってきました加藤貢献。小野原も近づいてきましたが、ここで受けます。森村ワンタッチ、森深いところ入ってきた、林、林選手がね、こうゴールに向かっていくような初めていいシーンが作りましたよね。そうでしたね。コース限定しながら斉藤が行きます。長いボールを入れて林に収まって森へ、内側にいました石原、一旦戻して引き取って前に出ていきます。斜めのボール、林が落として石原つなぎます。ジェフェルソン・バイアロン、あーよく戻った。ボックスの中入れ替わりを狙いましたが、中に絞っていました7番。縦パスをうまく使いながらダイレクトプレーが入ったので、はい、まあ、こういうテンポが生まれましたよね、はい、まあ、ここディフェンスディフェンスの間で、まあ、ほんとストライカーらしいボールの引き出し方といったところ、うまかったですけどね。宮原、中で坂の勝負、さらに加藤蓮も来ています。加藤蓮だ、試合が終わりました。アルバスタジアム68分、右サイドからの折り返し、逆サイドから入ってきました加藤蓮、東京ヴェルディ先制です。数的優位作ってクロスサーに対して時間を与え、はい、またクロスの質も高かったですし、まあ、坂野選手もニアに、ね、まあ、入って、その後ろ逆サイドから加藤蓮選手が入ってきて、まあ、素晴らしいヘディングシュートでしたね。立川伸びてきました大外、ヘディングでの折り返し、中央へ流れてきた、シュートきた、これはホイッスルが鳴っています。オフサイドがありました。このタイミングですかね、ここですか、ね、平良の立ち位置はオフサイドポジションにはなりますけれども、ここでセンターっていうところがワンタッチで裏へ、林一旦コントロールします。で毛利、石原出てきますが、そこを使わず一旦毛利を使います。左からの折り返し、ジェフェルソン・バイアー、左毛利からの折り返し、低いボール、左足で合わせました。ジェフェルソン・バイアーノ、金沢に決定機、まあ、ここしっかり後ろから上がってきましたし、まあ、クロスも、ね、丁寧に上げた。セカンドボールもう1回、林浮かせて加藤、セカンドボール次だ、これは入り口こぼれたの、島田のシュートだ。ーマテウスしっかりとキャッチ、ただプレッシャーかけに行く櫻井、うまい、壊します。田島、深いところ加藤蓮、加藤蓮、加藤蓮のシュート、おー、白井も行って、さらには庄司も
4分台に入っています。そしてここで試合終了の笛です。1対0東京ヴェルディ勝利、開幕節をものにいたしました。